今日はリップリップ二人旅ということで、アルバム完成のご褒美で出雲に来ました。楽しんでくれよな。これから愛蔵の寝顔をお届けしたいと思います。うんま、とりあえず歩くか。段取りって大事だね。セカンドアルバムを手にしてくれてありがとう、ジュリエッタ。たくさん聴いてくれると嬉しいです。聴いてくれよな。じゃあまた会おうぜ、ジュリエッタ。バイバイ、ジュリエッタ。